ちょ、マジで竹内でもやるか。行こう行こう行こう。なんか外で、さっき二人で行ってたんやけど、なんかドラマの撮影みたいなのやってて、多分な。多分な、あれドラマやと思う。みたいな人が集まってて、なんかそれでなんか間違えて、そこにね、おじいちゃんみたいなのバーってこう入っちゃって、これどうなるみたいな。なあ。どうなったのえ、どうしたの？しんどくない？どうしたの？え、なんでお前も竹内の野郎、落ち着くな。限度あるやろ。ごめん。あ、落ち着いちゃって。ごめんな。一人でおったのに。おじいちゃんは？ありがとう。な、話聞いてくれてありがとうな。そんな感じだ。じゃあもう行っちゃいますか。はい。行けないだよ。あちょっとでいいから、何でしたっけ、なぜだってそうはならんやろ。急転直下でならんやろ。ほんま竹内の部屋は落ち着くな。そうはならんけどね。ああ、なんやん。見さすな。ほんまにええ部屋やな。限度あるやろ。はあ、竹内もゆっくりしたですか。どこ出身？どこ出身？わからんね。何やね。ああ。何今の。はい、どうすみこちゃん、行っちゃいますか。行きましょう、お願いします。あるんじゃないのと言ったところで、レッツゴー。あらあら、まだまだ、あら、原石ちゃん。ふぅー、原石ちゃん、ミッキー。うぇー、お前ホストとか興味ある？ホストだったよ。男っていうのは輝けるうちに輝くもんであって、女っていうのはそれに引っ張られていくもん。おうおう、イエーイ。お前はどう思うわけ？オッケー、言わなくても大丈夫。いやー、お前が言って。どうしちゃったの？狭いとこ入って。何の途中だったもんだ。やめたくとそれめくるの。落ち着くだね。落ち着くだね。ねえ、すみおかちゃん。そうだねー。あ、ごめん。続き気になってたよね。いいよ。ほっほー。おー。ほっ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 ギリギリ合わせてきた。